スニーカー文庫。小学生の頃からの親友同士、いつでも一緒にいるような仲。ある日、私はそんな親友に恋をした。でも、とっくにお互いの距離感は詰まりきっていて。おはよう、リク。新しい制服、どうかな。入学式の朝、リクも私に一目惚れしていて。距離感ゼロの親友二人、実は両片思いの高校生活が始まる。お弁当、今日も一緒に食べるよね。リク、何か隠し事してない？親友だからこそ、その先の一歩が踏み出せない？親友歴5年、今更君に惚れたなんて言えない。2022年9月30日発売。角川。